はい、どうも皆様こんにちは。ですね、今日はですね、これ行ってみたいと思います。また戦車ですけど、ドイツのね、これ4号戦車新潟っていうやつですね、これね。はい、こっちの方をね、ちょっとね見ていきたいと思います。はい、まずこれもね、毎度のタミヤさんでございます。はい、タミヤさんね。で、こう、まあ、横はこんな感じのパッケージとなっております。このね、キットね、ちょっとね、タミヤさんから出てる割にはちょっと、まあ古くなってきたかなっていう感じのね、あのキットですね。はい、それではね、中の方をね、開けていきたいと思います。じゃーんじゃーんということですよ、みたいな。でね、中の方を開けると、まあね、こういう形になっておりますね。これね、うん、これは何の部品かな、うん、まあいろいろと、こういう部品。はい、そして次に来るのがこれだよ、みたいな。まあ戦車のね、まあこう上部と、まあ横と、ちょっと こっちにね、フィギュアついています。はい、こういう形のね、ものになっております。で、後ろがね、こういう、これ2枚入っておりますね、これね。はい、2枚入って、次が、まあこれ車輪かな、うん、これ車輪の形になってますね。ここにいっぱいついております。はい、こういうね、ものになっております。まあランナーはね、こういう形のね、作りになっております。はい、で、これがね、車体のね、下の部分ですね、これね、こうなっております。よく見たらね、ここに電池を2本入れると、まあ元々はここにね、動かせるっていうね、もののキットですね、これね、うん、なかなかのものとなっております。はい、で、次に来るのがこれね。はい、これはまあ履帯です。キャタピラ、違う、通常キャタピラ、履帯というやつね、これね。よかったね、これでね、ピッとここに回して貼るというものでございます。はい、で、次がご説明書が2枚入っております。2枚、英語と、英語版と日本語版の2つが入っております。はい、皆様は頭いい人たちは英語でやってください。はい、私は分かりません、分かりませんって言ってもね、これ微妙に組めるけどね、多分ね。で、私は日本語版でいきます。はい、でね、これ説明書がね、こういうふうに、まあ、ちょっとなってはいるんですけども、やっぱりね、ちょっとね、なんていうのかな、この図のね、説明書のね、図の感じがね、ちょっとね、今のタミヤさんの説明書とはちょっとね、若干ね、この、まあ、印刷っていう感じの雰囲気がね、ちょっと違うんですよね。ということで、やっぱこれちょっと古いタイプのね、ものなのかなとね、僕は思うんですよ。はい、で、こういうことでね、こういう説明書になってます。でね、色のね、指定がね、まあこういう色をしてくださいよっていう色の指定が、フラットブラック、メタリックグレー、ダークイエロー、ジャーマングレー、レッドブラウン、ガンメタルという風になっております。これね、うん、これね、色ね、ここでね、今教えたからね、からこのプラモデルを作る時にどの色をね、買ってきたらいいのかなという時に、これを買ってもわざわざうちに1回持ってきて、あ、この色を使用するんだという手間が省かれると思います。はい、こういう風になっております。これをね、制作レビューの方していきたいと思います。はい、まあね、ここに1回出したけども、1回ね、箱にしまってね、1枚しまっていきたいと思います。で、また作る時にボンとね、作っていきたいと思います。ね、ドイツ4号戦車ですね、うん、こういう形の戦車でございます。はい、はい、と箱に戻しましたということで、これをね、またね、今回ね、レビューしていきたいと思いますんで、まあ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。続いてね、どんどんとね、作っていきます。はい、どうも、ただ本日のご視聴ありがとうございました。